旦那は3兄弟の次男なんだけど、義兄嫁と義弟嫁が、私の高校時代の同級生という、そう、あんまりないと思う間柄の嫁同士で、最初は、嫁同士うまくいってた。義兄嫁は、美人で頭も良くて気さくで、男女問わず人気があった人だったし。義弟嫁は、おっとりのんびりした人だと思ってたしね。でも、義兄夫婦になかなか子供ができないとなると、義弟嫁が同情すると見せかけた子供可愛い幸せマウントを取るようになり、義兄嫁ちゃんは高校の時から何でもできて何でも持ってたのに子供だけ恵まれないなんてかわいそう。私が義兄嫁ちゃんだったら、私や私子ちゃんを妬んじゃうから、家族で集まるの辛いよね、とか。ああ、こいつ、おっとりした人畜無害なふりして、今で言うカースト上位だった義兄嫁を、妬んでたんだな。みたいな内容のマウントを、とにかく取ってくる。夫婦仲良くしてることに対しても。そういう形もありだけど、でも、まだ希望はあるよ。子供ほどの幸せはないから。みたいな。でも、義兄と姑が、さすがにうんざりしたのか。姑が、義弟嫁さんは、義兄嫁さんに、子供いていいなと、羨んでほしいの?と尋ねて。義兄は、そうだと思うよ。羨んで妬んでほしいのに、いつも、嫁がさらりと流すから、余計にムキになってんだろう。と同意したら、義弟嫁は顔を真っ赤にして、ひどいだのなんだの泣き出して、サマーとなった。これで、少しはおとなしくなってくれるといいけど。